さあこんにちは、マーティン・ダーナミアクルボ・キンだけ、今日は2022年峠のガイド、まずは羽生山の杉並木、まず羽生山の杉並木現状を言います。現在2022年は558本減ってますね。はい、8メートルほど。はい、今はね危険性6本ですよね。特に危険性の高い杉は6本、杉並木は全然違いますね。鉄バンド組んでね。はい、まあ羽生山いろいろ検討会やってますね、オンラインでも。はい、木の調査だったり、はい、確かに住民アンケートいろいろありましたからね。はい、やはり自然は大事です。樹木だったりいろいろな講師によってです。はい、羽黒山は木、やはり歴史は変わってますね。はい、いろいろまあ講演会を行った実績もあってね。はい、あとはまあ、いろいろ勉強会の参加者の声が本当にすごいですね。はい、まちづくりは今後変わっていきます。はい、やはり文化の保全、そしていろいろ向上、ガイドブック、そしてにぎわいですね。というわけで、鶴岡市羽黒山峠ガイドでした。バイバイ。